どうも、ミネです。今回はこのパンチというゲームをプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。パンチって言っても殴る方じゃなく腹太鼓って意味らしくて、まあ、一応相撲のゲームらしいんですけど、動かせるんだね、これね。胸が揺れてんのがムカつくな、これ。すごいね。顎も揺れてるんだね。顎っていうか、横の肉が。絶妙にムカつくな。これで 60fps 出てんのが。やだな。てか、フレンドのなんか、めっちゃ動く。コンバット。コンバットでいいのかな？あ？血統スパークリング。ボブ拡張パック。わからん。スパーリングでいいか。え？あ、スパーリングってあれなんだ。フレンドを呼ぶんだ。決闘で。どこかの誰かとやってみよう。1月4日にやってるやついんのか、こんなん。いたよ。どうやって操作するの、これ。そもそも。ん？これ、こうでしょ？なに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 、怖っ。え、これどうやって殴んの ?F。いった。なんだお前、いった。これどうやって、どうやってやんのこれ。いった。これどうすりゃいいんだ？こうか。こう当たればいいのか？違うな。おら！え？これ投石するゲームなの？え？どこ復活した？いた。あ、くそ。危ない危ない。よし。危ない危ない。よし、オッケー。そういうゲーム、相撲は？うわ、ちょっと待って、近い。相撲的なやつができない。いや、惜しい。ほら。相撲的なさ、相撲的なやつできないの？よし。え、これ、そういうゲームなの？あ、くそ。ダメか。危ない危ない。ほい。ほら。めちゃくちゃ投石。しか戦いようのないゲームだな。最初は無敵時間あるっぽいな。よし、あ、くっそ、外した。これでも、なんか相撲じゃないのこれ。あ、当たんないか。くっそ、ちょっと楽しいな。あー、当たんないか。よいしょい。くっそ。石があっちに集まっていくな。こーわ。当たんないだね。さすがに当たんないよ、それは。よいしょい。あれ？当たったろ。おい、当たったろ。ふざけるなよ。よし。あ、ちょっと待って。近い。あ、よしよし、当たった。俺は何をやってるんだろうか。何ゲーなんだこれ。あ、買ったらしい。面白いからやめてくんないかな、これ。一応勝ったみたいだけど。これ、あ、ちょっと待って。設定見させてくんない？操作。発射？え？俺の知ってる相撲じゃないんだけど。あ、くそ。惜しかった。どこだ？どこ行った？
おお、いた、やば、あくそ、あーくそ、いった、いった、お前なんだやんのか、おら待て、おら、間違った道って言われてもな。よいしょい、あくそ、当たんなかった。え、どうやってやんのそれ、殴れないんだけど。ほぼ投石だけで戦うしかない状態なんだけど今。え、どうやって殴ってんのあれ。殴るボタンがわからん、設定見れんかったもんな。やばい、あ、落とした、いった、よしよしよし。なんか通り魔みたいな倒し方以外になんかないのか。どこに落ちた、どこ行った、どこ行ったってか、どこにいる、いた、おら、あ、くそ、あー、ダメだ、くそ、やばいやばい、よし、ぶつかり稽古、ぶつかり稽古、ぶつかり稽古、どすこい、どすこい、どすこい、あ、いいんだ、これでもいけんじゃん。 F 意外とあれだな、戦えるな。ぶつかり稽古が何なのかもう分かんなくなってきてるけど。いた、いた、いたけど、いたけど、よし、これが相撲だ。何が相撲なんだ、何もわからない。これどこ落ちた、ん、どこにいる、うん、いかに相手より早く石を当てるかみたいな話になってくるよねこれ。あー、くそ、取れない、おわおわおわお、あー、そういうのもあんのか、くそ、絶妙に悔しいな。石拾って、どこ行ったあいつ、いた、あ、よしよし、勝ったらしい。何も持ってなかったらそういうのもできるんだな。あー、くそ、いった、嘘、この登場は何なんだろう、なんかの比喩なのかな、もしくは外国人にはあの日本に来た時の相撲はこう見えてんのかな。おら、おら、ほい、ほい、おら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 、引き分けか、いい相撲だった、ナイス相撲。はい、ということでこんなもんかな。これ以上なんか広がりそうにないからね。まあでも結構簡単に、簡単にというかね、ぜひいろいろやってみたい人はいろいろね、あのボブ拡張パック1300円で売ってるんで、色とかね、感情とか変えられると思うんで、ぜひね、パンチ気に入った人はやってみてください。それでは、こっち見てんのちょっと鬱陶しいな。こうしとこう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回も、あ、よければ別の機会にお会いいたしましょう。